一応トンネルフリーとしては撮影しないわけにはいきませんので撮影しますが、ここは八王子総裁的にはそんなに恐ろしい峠じゃないのではないかと思うわけですが、こうなんかこうまばらにライティングされているその神秘性がですね、結構醸し出してるかなと。もうベアリングの美しさうわ、これを過ぎて名栗川に出て、名栗までちょっと登りますけど、そうすると真ん中くらいまで違うかな、雨目指の頂上あたりがちょうど真ん中の距離ですかね。少し循環が、体のエネルギー循環がちょっとできて、さっきは大目座が登るときはひどかったんだけど、今ちょっと肉が動き始めた感じもしないでもないという感じですね。はい、ここからダウンヒルです。小沢ダウンヒル結構いいんだよね、ここだ。帰りにこれを登るのが鬱陶しいとか思うわけですよね。そうなんだよな、これな、こういう絵になってる感じだ。すんげえ山きれい、山きれいっすよ。奥武蔵はね怖いんだよね。こういう高速峠何度も何本も登って、高速で登ったらいい運動なんだろうけどな。 3,4 本登ったらお腹いっぱいになりそうだな。わーお、頑張ってる。いやわわわわわ、頑張ってるね。結構いるね、ローディーさん、こっち来る人。奥武蔵好き、ということで、こっから名栗行きます。